では、杉本です。よろしくお願いします。では 1,2,3 歩き方もわからず何度でも無邪気につまずいた。そして今僕らはどうなんだろう。なんとなくうまくやってるようだけど心のドアを蹴っ飛ばしてみたら、 あの日見た世界が遠く離れてくみたいだ。今風になって僕らは走る、変わることもない思いを抱え、春に照らされた光の中へ、己の思い重ねて進む。 あの頃は過ちも恐れず何度でも笑ってぶつかってた。そして今僕らは仕方なく毎日に打ちのめされるけど、心のドアを蹴っ飛ばしてみたら、 あの日見た世界へうまく近づいていかなくちゃ。おかしいくらいに俺らは走ら言えることもない痛みを抱え、できる限りの力で走ら、まだ見ぬ明日の扉を開く。 先ほど藤島美音子さん出てましたけど、藤島さんの、ボーカルのアルマグラフと、スプリットシングルになってる曲です。はい。じゃあ続きまして、ちょっと毛色の違う曲をやります。 あ、大丈夫？はい。あ、今日のサポート、パーカッション山田浩二です。よろしくお願いします。次の曲コーラスじゃないですか、山田さんね。ちょっと緊張してますあんまそうそう叩きながら歌わない人なのでね、ちょっと無理やり今日は歌えとはい、いい声してるんですよ。はい、じゃあいきますか。ワンツーワンツースリー。そんななんて人々を振るわしてるのって言っちゃってなんか立派じゃない。青春のような身をしては人知れずに溺れていたなんて変じゃない。愛が欲しいのなら手伸ばしていつか見た夢のような特別な気持ち、今すぐつないでライドのその答え、喜びももうその答え、悲しみももうその答え、回してもまっすぐに行きたいんだね。君だってほら誰かのせいにしてるみたい。 USD 浸ってるんじゃないなあ、臭み欲しいなら大きか心の中流れる憂鬱な気持ち、今すぐ消したい。ライドをその答え、喜びももうその答え、悲しみももうその答え、コーラス山田浩二でした。これはミオベルレコードのコラボはさっきの曲ね、あれだ、コンピレーションアルバムの中に入っている「リレーション妄想の彼方へ」という曲です。はい、そうなんですよ。皆さんこのね会場してずっと後ろの方にこうデーンって座ってたこの黒い物体気になってたでしょこれはね僕のためにやったんです今日はあ、なんか言っちゃったそんなことさあ今日は一人だけなんです、ピアノ弾いてるのね。というわけで移動します。お何やるんですか出しましたね。オフになってました。はい、あ、オフになってました。最近ギターをちょっと始めましてですね。ね、ちゃんとピックケースも買ったんですよ。これね。結構何回かね、だいぶやってて、あ、前なんかどっかで見たことあるって方も、ね、中にはいらっしゃるかもしれないんですけども、ギターを弾いてる杉本っていうのは結構ねレアですよ。今日で3回目なんでね、全然慣れてません僕も。今日ね、出演者偶然か何かね示し合わせてるのかわかんないですけども、皆さんギターねあったので、ちょっと僕も今回ギターを弾いちゃおうかなと思います。あれボリュームが途端に人が変わりますね。そうじゃない人みたいな。あ、こんな感じか。このギターっていうのは僕いつもね、奥の方でピアノを弾いてるのですけども、こうね割とセンターでこうね歌うことって珍しいんですよ。もうグダグダですねちょっと。自分でも今びっくりした。じゃあやりますか。聴いてください。テクノハイウェイという曲です。ゆっくり見て。ずっとねからね、ワン、ツー、スリー、フォー。ずーっとワンツーのその2小節前。ワン、ツー、スリー、フォー。ずーっとね走りたいんだよ。これだ、これだ、これです、これです。C7 フラット90s。あ、嘘、13s。はい。ワン、ツー、スリー、フォー。朝を待つ街、ひたすら走り抜け。テクノハイウェイ、どこまで続く。僕で基地はまだ決まらないまま、あちらこちらもう飽きてきたけど、 JCT のルーレット回る、生きてテクノハイウェイ、とにかく進む。街をやがてきらめきに包まれて、ララララどうなどうして何も言わずに世界は息を僕ら迎えてくれるの。ふわふわした気持ちになれるよ。おお、ここもやる。ここもやる。ここもね、これは外したくないんですよ。2、3、4。あお。やばい、これ名古屋の悪魔。ああ、ね、半年前名古屋でやったとこんな状態だったんですよ。でもその時より上達したよね。ワン、ツー、スリー、フォー。山を飛び越え見晴らしの街道、テクノハイウェイ、さよここがね忘れちゃうんだよね、どうしてもね。さよなら迷路、いつの間にか心の羽は立って、昨日のいつも忘れる。なんかねしょうがないんだよ、そうだね仕方ないんだよ。ずっとね走れるんだよ。ああ、やっとできた。すみません、ほんとすみません。言い訳は良くないよね。次いきます。次はね、クリスマスの曲、ね、せっかくもう12月ですし、やっぱねこの時期になるとやりたくなるんですよ、クリスマスの曲を。ああ、いいね、それもうこれだけでいいよ、今日はもう。これだけでいいよ、それでね。でもちゃんとね、曲もやります。はい。あんまりやったことない曲を今日はね、ギターで、しかも弾けないギターでやります。ちょっと待ってね。ああ、ちょっとムーディーになったね。はい。じゃあこれで何をやるかと言いますと、グッバイレイディっていうシングルにね、3曲目にシーサイドクリスマスっていう曲があるんですけども、それをやります。で、なんと魔法の力でたくさん楽器が流れます。じゃあ行きますか。はい。じゃあ、皆さんメリークリスマスです。シーサイドクリスマス。Bye. Seezedelicate 僕は楽しかったんですけども、大丈夫ですかねこれあ、すいません、ありがとうございます。本当にね、今練習中でこの回を重ねるためにうまくなっていけたらいいかなと思ってます。なので今後とも温かく新人の気持ちで、はい、もうギターはあまりにもひどいのでやめます。じゃあ抜きます。これね、魔法の機械は抜きます。最後ピアノで締めますね。その方が僕も安心しますはい、じゃあ今日はね見覚えるコラボということで、新曲視聴ね、新しい曲を聴いていただく機会がありました。いただいてもらいました。で、今日はねちょっとライブではやらないんですけども、今まで見覚えるレコードで作った曲を多めに、今日はやってます。で、最後は、去年ちょうど、ね、1年前に出した「SeezeDelicate」というシングルがあるんですけども、それの3曲目にやります「Tender Blues」という曲で、ね、終わりたいと思います。はい、ちょっと待ってね、指がねギターからピアノにあんま戻ってないっていうね大丈夫です。いきます。今日はありがとうございました。この後も実はセッションがあるので、出演者全員で出るセッションがあるので、温かくじゃない最後まで来ていただけると嬉しいです。では、よろしくお願いします。テンダーブルース。最近君のことよくわからなくなった。大好きな音楽さえも聞かなくなりました。冴えない気分なら長い休みをとっていっそ永遠にそのままでそのままで、こんな弱な気持ちじゃまたかき消されてしまう。そんなんか伝えなきゃ、そんなんか残さなくちゃ。お腹へ丘に登って君すぐ街見下ろして、そんなんか伝えなきゃ、そんなんか残さなくちゃ。最近世間ではひまわりの音が増えすぎて、大切なものさえ悪いことなくされました。冴えない冗談も休み休みいいだよなんてふざけたら、それっきりそれっきり、こんなおかしなことではもう探されておしまい。でもなんか伝えなきゃ、でもなんか残さなくちゃ。古い椅子にも慣れてそっと目をつむりながら、そうなんか伝えなきゃ、そんなんか残さなくちゃ。調子じゃもはや悪夢は覚めない。とうございましたこの後は出演者全員による、コラボレーションがあります。このまま呼んじゃっていいのかな。このまま呼んでいいんですか。呼んでみましょうか。呼んでみましょうか。じゃあ出演順で呼んでみましょうか。大丈夫かな。呼んでみます。入った入った。スタンバイ OK そう OK そう。まだじゃあ一回はけますか。一回はけます